最後までご覧いただきありがとうございます。今後もドラムに関するためになる情報を発信していきますので、コメント欄の方をよろしくお願いします。また今回演奏した曲を含め、ピアスコアというサイトで楽譜の販売をしております。こちらの方は毎日更新しておりますので、もしよろしければそちらも覗いてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。